オシカ・コバルトライン、オナ湾湾より東を望む宮城県道220号、オシカ半島公園線は、宮城県オシカ郡オナ町と石巻市あゆ川浜を結ぶ一般県道である。通称、オシカ・コバルトライン。オシカ・コバルトライン、オナ湾湾より北を望むオナガ町浦宿から国道398号、重複区間を経由、オシカ半島の中央部を貫き、 かつて捕鯨で栄えた旧オシカ町相川を結ぶ延長 34km の一般県道である。1996年に無料開放される以前はオシカコバルトラインと名乗っていた道路である。宮城県道2号石巻や湯川線と共にオシカ半島と金華山への重要なルートである。道路のほとんどの区間が三陸復興国立公園の第二種特別地域に指定されている。 2011年3月11日に起こった東日本大震災の影響により通行止め箇所が発生した。災害復旧工事により段階的に通行止めが解除されたものの、平成23年9月の台風15号や平成25年7月の豪雨により被災、再びの通行止めを余儀なくされた。 大震災発生から3年後にあたる2014年4月30日に復旧工事の最後の区間が開通し全線開通となった。もともと1971年4月1日に有料道路をしかコバルトラインとして開通した道路で1996年4月に無料開放されて宮城県道220号となっている。大震災後の道路整備もあって 路面状況が優れる区間が多く、片側一車線が確保されたワインディングロードとなっている。宮城県の北東部太平洋に突き出す押鹿半島の中央の稜線上を縦断する山岳道路で半島の南側区間では金華山を望みながら走ることのできるドライブコースにもなっている。秋には紅葉の観光名所としても知られている。稜線上の道は北部で 女川湾を見下ろせる展望地点もあるが、森林の中をひたすら抜けていき、遠望は効かない。お鹿半島の先端部付近の東側に、回り込むように道路が走ると、太平洋と金華山を見下ろす五番所展望所や五番所公園があり、岬の先端で進路の方角が南北反対に向きを変えて、相川漁港へ下っていく。ありがとうございます。